姉さん、ついに迎えた引っ越しの日、いよいよタエの新生活が始まります。お姉ちゃんいないけど。あポコロー。あ、タエちゃん久しぶり。全然変わらないね。卒業式から数ヶ月しか経ってないからね。ココロは大学時代の同級生。すごく気が利くしっかり者で面倒見がいい女の子、かっこ成人済み。これからココロの家に居候させてもらうの。憧れのシェアハウスってやつ。ちょっと回想シーンのチョイスおかしいでしょ。たまたま思いついちゃった順だから気にしないでよ。そういえばタエちゃん荷物少なくない？送ったの？ううん、これだけ。え、東京に引っ越してくるのにトートバッグ1丁？イエイ。着替えもないの？東京で大きな荷物運んでたら夜逃げだと思われるじゃん。そんなことないから、夜でもないし。ただいま。いい家じゃん。これがひもてハウス？ちょっと変な名前つけないでよ。トキネ、入るよ。だ、大丈夫？いらっしゃい、タエちゃんだね。はい、上のお姉ちゃんのトキオ。今日からお世話になります。本郷タエです。よろしくお願いします。幸せなところが祖国だ。祖国？また外国のことわざ？ヨーロッパのことわざでね、最初は不便に感じる土地でも慣れてくれば住み心地が良くなってくるっていう意味だよ。初めて聞きました。日本のことわざで言えば住めば都。じゃあ最初から住めば都でよかったじゃん。初めのうちは気苦労させちゃうかもしれないけど、あんまり堅苦しくならないでね。これからは一つ屋根の下、家族みたい。じゃあトッキーよろしくね。はよ。タエちゃん適応早すぎでしょ。いいじゃんいいじゃん、ここは祖国の都なわけだから、いわば日本の東京だから。あれ、そのまんまだ。トッキーすげえ。ことわざワールド。いや、勝手にミックスしたのタエちゃんだから完全に一人相撲でしょ。どすこい。ナミネ入るよ。何ココロ、タエちゃん連れてきたよ。ひなみです、よろしくね。いや、服より頭の方なんとかしてよ。もしかして相撲してました？相撲？どうせまた恋の一人相撲でしょ。うっさいわ、ほっといてよ。どすこい。2番目のお姉ちゃん、ひなみ。本郷タエです。今日からお世話にななみちゃん、よろしくね。はや、自分のセリフまで食ってる。幸せで祖国なんだから、負けるとこは巻いてこ巻いてこ。なんでさっき覚えたばっかりの言葉をそんな堂々と使えちゃうの？心とは大学で一緒だったんだっけ？そうなの、一番最初に友達になったの。遅刻遅刻。いや、どうしよう。あなた今から友達ね。え、すっごく大胆にスカートが破れちゃったの。現状パンツ丸出し。後ろに隠れながらトイレ探させて。はい。入学式から一緒に遅刻した親友だもんね。あんなの断れないよね、脅迫だよ。タエちゃんといい、ミナモちゃんといい、いい友達ができてよかったわね。ミナモ？ほら、前に話したでしょ、もう一人一緒に住むことになった。そうだっけ。ミナモよろしく。え、ノックぐらいしなさいよ、まだ紹介もしてないのに。私たち心の友達1号2号だって。あ、今日から住むっていうタエさんですか？ごめんね、ミナモちゃん、さっき着いたとこで。ココロちゃんとは中高の同級生の新井ミナモです。よろしくお願いします。堅苦しくしないで、これからは家族みたいなもんなんだから。あんたが言うセリフじゃないでしょ。なんで先輩面なのよ。ミナモはなんでこの家に住むことになったの？両親が海外赴任になったんです。私一人じゃ広いから知人家族に家を貸すことになって。出た、絶対金持ちだ。タエさんはどういう経緯で？私は就職、新宿だから買いに来て。どうぞご覧くださいませ。こういう店なんだ。向いていそうですね。ここがタエちゃんの部屋ね。日当たりいいじゃん。好きに使っていいから。同居人は以上？あとは飼い猫のエニシ。にゃーん、猫ちゃんもいるんだ、いいね。よし、引っ越し完了。いや、足りないものだらけでしょ。うっ、筆舌に尽くしがたい不思議な絵画ですよね。変なものばっかり置いてあってごめんね。美術品収集がお父さんの趣味で。そうなんだ。さ、めでたく新しい家族も揃ったということで、まずは共同生活のルール決めなんかを少し話し合っておこうか。ルール決め？それぞれの育ったお家によってちょっとずつ文化が違うでしょ。どなたですか？ひもてきなみです。別人。冷蔵庫の使い方とか、お風呂の時間とか、洗濯の仕方とか。家事の担当も決めなくちゃいけませんよね。え、そんなに決めることあんの？
もう巻いてこ巻いてこ。ダメ、大切なルール決めなんだから丁寧にやらないと。例えばバスタオルっていつもどうしてた？一回使ったら洗濯？そうですね、家では毎回新しいのを使っていたと思います。タイさんは？そんなの考えたことなかった。 2,3 回使ってたんじゃないかな。え、毎回洗うもんなの？できれば毎日洗った方がいいんだろうけど、みんなで毎日1枚使ったら2日で10枚だからね。それだけで洗濯1回分だね。そっか、しかもパンツも10枚、ブラジャーも10枚じゃ、すごい量。ブラ用のネットも10個必要になっちゃうんですね。え、大きい人ってブラ1個にネット1個使うの？違うんですか？一般サイズの人は1つのネットに何枚か入れて洗うんだよ。洗濯だけじゃなく乾燥もさせるときは乾かないことがあるから気をつけなくちゃね。それはナミ姉がパッと入れすぎなだけだから。待って待って、え、ブラジャーって何かに入れて洗うもんなの？タイちゃんネット使わないの？痛まない？肩紐が絡まったりホックが引っかかったりしちゃわない？そうならないようにホックを内側に畳んで肩紐ぐるぐる巻きにしてた。いやいや、チャーシューじゃないんだから。それだけ大量のブラジャーをネット使わずに洗ったら万国旗みたいになっちゃいそうですね。イリュージョン。そんなイリュージョンいらないから。パンツはどうする？名前書く？名前？確かにブラと違ってサイズも細かくないし誰のか分かりづらいかもね。それぞれ好みの傾向はあるんじゃない？なんとなく色やデザインで目星がつかないでしょうか。じゃあ確認しよう。え、この場で？ほら、大切なルール決めなんだから丁寧にやるんだから。せーの。ナミちゃん、キャラクター通り。フリルがラブリーですね。下着はピンクが好きで、トッキーはシンプル。もっとセクシーなやつ履いてるのかと思ってた。あまりごちゃごちゃしたのが苦手でね。タエちゃん結構派手なんだね、原色系。今日は水玉だけど基本的に柄物が多いのかな？原色ばっかりなわけじゃないけど柄物は多いかも。みなもはシンプルなパステル系だね。レースが可愛いね。お洋服は好きなんですけど下着にはあまりこだわりがなくて。ココロ、意外と可愛いの履いてるんだね。刺繍が綺麗ですね。別にいいじゃん、誰に見せるものでもないし。でもギャップがあっていいんじゃない？うん、似合ってると思います。ありがとう。って何なのよこの儀式。いい大人が5人も集まってお互いのパンツを品評するって。まあ、だいたいわかりそうかな。ココロとミナモは名前書いた方がいいんじゃない？はぁ、系統的に中には被ってるのもありそう。いや、被ってても本人はわかるから。本人しかわからなかったら被ってるのは危険なんじゃない？ミナモ、どうしたの？パンツの話してて被ってる被ってるってさすがココロの友達。変わってるね。じゃあこんなところかな。能力についても話しておいた方がいいですよね。そうだよね。能力？実はみんな変わった能力を持っていてね。私は時間を止められるのね。私はエネルギー派。私は人の考えていることが分かっちゃう。他の人の能力をコピーできます。今ナミ姉が考えていることは、せーの、あの人、奥さんも子供もいたなんて。うわぁ、こすったにゃ。おかえり、エニシ。あー、シーリさん、よろしくニキ。いや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 、いきなりすぎて全然飲み込めないんですけど。タエさんも何かできるんじゃないですか？何言ってんの、絶対無理でしょ。試しにやってみたら？Thank you.
ちに渾身のキスの音を披露してもらいますにゃ。最も上手だった人にはひもてハウスキスの音イオンなクイーンの称号が与えられるので、クイーンを目指して頑張りにゃ。これどうする、なんかもう相手を設定して一人一人言っていくしかないよ ね、うん、そっか、誰だろう、どんな人に、ファラオファラオファラオ、みなもちゃんファラオにどうにか、もういっぱい目かけもいる、うん、あーいいね、エジプトウォークみたいなやつ、うん、おー、あ、じゃあ行く、じゃあ心ちゃんの目かけまで3人どうぞ。ファラオ、私最初に来たわ。だってあなたは他の人に取られる前に私のキスで全てを埋めたいから、大好き。おお、目かけだ、目かけやからな、すごい。ファラオ、今夜は君に決めたってね。すごい、うん、君に決めた。ファラオのポケットモンスターが君に決めた。じゃあ、はい、お、じゃあみなもちゃんの見かけまで3、2、1どうぞ。はい、ご注文ありがとうございます。こちら M サイズのピザ、2点ですかね。はい、あ、私ですか、あの最近このピラミッドに来たバイトなんですけど、もうすごい、もうめちゃめちゃもうロギン稼ぎたくて、でもこんなファラオさんに会えるなんて超嬉しいです。キスですか、いやそんなのバイト代に入ってませんから。でもしちゃう。